土主に制するところは規則大欲の頓煩のなり。まず行者家用の道理を心得て念仏すべきなり。これが真実の念仏にてあるなり。規則小欲の頓は苦しからず。真煩の自分の というは愚かなる心なり、この心を賢くなすべきなり、まず生じを糸い浄土を願いて、工場を大事と営みて、もろもろの家業をことせざれば、自分の泣きなり、少々の地は往生の触りにはならず、これほどに心得つれば、凡人等の苔の心は失せて、真実心は安く起こるなり。